Chidi. の結果だ。 ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなれば、プロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。<笑>勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。 見た目がいいから許す。始まった。まずは顔基本でしょ。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。ただの金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちと興味ないね。 高い金払うんだ。がっかりさせんじゃねえぞ。<笑>
任せた。 腕さえひねるソルジャーとやシンラの番犬マコールは初めてじゃねえんだろ。俺をマコーダマリのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってな。シンラに未練たらありじゃねえが。中堅スタッフかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。 マコールは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが何とかなるだろう。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ。閉めろ。 さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。パスコードの情報は分派の同士が手に入れたの。あ、分派はこっちか。勝手同胞心で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。後ろは任せてくれ。 エレベーター下に行っちゃってる。
そこのボタンを押して。ティファの知り合いでしょ？好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命を付け狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか？魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。へえ、星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか？おうよ、医者に行け。うん。てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。
警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で点滅、消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その前にスクラップにしてやるさ。フッ、ただの鉄くずだろ。攻撃力と防御力ともに桁違いだ。なめてやる。覚悟はあるぞ。魔法の方だ。隙を狙って切っていける。隙をつく。今だ、仕掛ける。言われるまでもね、全力で潰す。どうだ、はせろ。終わりだ。行け。一丁上がる。お前、いくつファーストだ。あ、ソルジャーには階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。な、おっと失礼、ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストね。いっちゃいかな。覚えとくぜ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りる。近い、近いぞ。魔鋼でむせ返るぜ。燃えてきたぜ。おじけづいた。違う、長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りたらいよいよだよ。エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。かかってこい。集中していく。じゃあ、ほら、ああこんなもんよ。そこが見えねえ。落ちたら星の中か。すぐに魔航路が吸い上げるさ。笑いな。さーて、シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな。俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。
問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。攻めるぞ。
遅れを取るな。こっちこそ決して仕留め損ねんなよ。サソリに連れてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保する。全力で戻れ。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ。喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット。先に行け、弟子。扉開けんのが優先だ。でも。こっちは問題ねえ。様が一緒だ。もっと、そうじゃ。見つけたぞ。取り押さえる。もうすぐドカンだ。邪魔すんじゃねえ。バレ、5秒で。いや、このままでは。集中していく。消えろ。うわうわ、あいつらと合流するんだ。早くここから出ねえと。起きちまったぜ。また眠らせれば。仕掛けだ。消えろ。狙うぜ。ここで仕掛ける。行け。ほらほらほら、よっしゃ。沈め。こっちだ。狙うぞ。してくれや。敵だらけ。
知られたいな。確信の演技だ。